どうもこんにちは、しらすみかんのしらすです。ここに1枚の瓦があるんですが、皆さん一度は冷えピタで瓦を割りたいと思ったことはありますよね。今日はそんな夢を叶えていきたいと思います。あ、普通にね、あの冷えピタを瓦に叩きつけてもまず割れることないと思うんですね。まあ、とりあえず一回やってみますね。いきます。はい、まあこうなりますよね。なので今回はこの冷えピタをね、ちょっとパワーアップしたいと思います。まあ、どうするかというと、まずこの冷えピタを水につけます。水の入ったペットボトルにこの冷えピタを24時間漬け込みます。するとこの冷えピタがまあパンプアップしますよね。で、水を吸った重みを得るので体重差まずなくします。で、さらにそのパンプアップした冷えピタを凍らせて硬くすることで、この硬い瓦にも負けない冷えピタになるわけですね。で、最後はそれを思いっきり叩きつけたら、この瓦が割れるんじゃないかと。冷えピタが瓦を倒すところを見てください。あと補足なんですが、この瓦、あのよく瓦割りとかで使われる瓦じゃなくて、ガチの瓦なんですね。建築用の。なのでめちゃくちゃ硬いです。まあ、どれぐらい硬いかというと、あのカンナバーロが全盛期の時のサッカーイタリア代表のディフェンスぐらい硬いです。それでは今からこの冷えピタをペットボトルに入れて24時間水に漬け込むことでパンプアップしていきたいと思います。今回は実は、はい、用意してます。はい、昨日から中に冷えピタ入ってるんですけど、だいぶ大きくなってる。これちょっと今から取り出しますね。まあ、こんな感じですね。ナマコみたいです。じゃあこれを今から冷凍庫で凍らしていきます。そしたらこれがカチカチになるので、この硬いでかくなった冷えピタで瓦を割っていきたいと思います。はい、これでしっかり凍らしていきます。さあ、冷えピタは凍ったのでしょうか。なんか変な形で固まってます。こんな感じですね。これで瓦割りしたいと思います。早速ね、瓦割りしていこうと思うんですが、ちょっと事件が発生しました。あの外に置いてた瓦の上にあの取り残されてます。はい、もうこんなん割るしかないですよね。めっちゃでかい取り残されてます。取りのうんこごとこのカチコチ冷えピタで瓦割っていきます。では行きます。皆さん、行くぞ。中プニプニですね。バイバイ。